久米民之助久米民之助の共造、久米民之助賞は昭和6年5月24日は、日本の土木技術者、実業家。衆議院議員を4期務めた、政治家。上野国沼田に生まれた。父は、沼田藩士の久米マッサーキ。幼い頃に父母、そして、イボ妹を相次いで失うなど家庭環境には、恵まれなかった。1876年6月。 久米は上京してまず慶応義塾に学ぶが、1878年には、工部大学校に転学をした。1881年に、工部大学校を卒業した久米は、区内省に入省し、皇居造営事務局御用係を拝命、皇居専門石橋の設計に携わった。1886年には、工部大学校の助教授も兼ねたが、 実業への関心が高かった久米は同年中に、区内省と工部大学校の助教授を退職して、大倉木八郎が経営する大倉組商会に入社、佐世保鎮守不海番工事に従事した。1887年から1889年に、かけては欧米諸国を視察して、見聞を広めた。帰国した久米は1890年、久米工業事務所を設立。 その後、対象の前半にかけて、日本、台湾、朝鮮の鉄道工事を数多く手掛けた。クメが参加した、鉄道工事の一部を紹介すると、山陽本線、山陰本線、台湾西部幹線、京儀線、湖南線などがある。鉄道工事以外にも代々木紹介を起こし、マニラから、儀師、食工を商品してタバコ、葉巻の製造販売を手掛けるなど実業家として、 幅広い活躍をした。久米野の事業の多くは、成功を収め、明治後半から大正にかけて久米が住んだ、代々木上原の家は、敷地4万坪もあって、久米の趣味である、能舞台をあつらえた、豪華な家は、代々木御殿と呼ばれたという。また、生命保険会社の経営などの事業をも展開する、中、久米は1898年に行われた第5回衆議院議員総選挙に、 当選、その後1903年の第8回衆議院議員総選挙まで、以後も軍部の推薦もあって、連続4回当選を果たした。しかし実業への関心が第一であった区面にとって、議員生活への執着は薄く、1904年の第9回衆議院議員総選挙に際して、ライバルの立候補が決まるや立候補を断念、その後、大正時代にも地元で、 クメノの擁立が図られたが、実現しなかった。クメノの政治家生活は5年余りという短期間に終わった。金剛山電気鉄道終点、内金剛駅1918年、クメは朝鮮半島の金剛山とその周辺を視察した。当時の金剛山は交通の便が極めて悪く、継承地でありながら訪れる人も極めて少なかった。クメは、 朝鮮半島の東側が急で西側が緩やかな地形に着目した。西側に流れる水をトンネルで東側に導き、水力発電を行ってその電力で今後山まで電気鉄道を走らせることができないだろうかと考えたのだ。早速専門家に委託して事業の実現可能性を検討し、有望な事業であるとの結果が出るや、会社設立に奔走。 1919年に、混合産電気鉄道株式会社を設立し、自ら社長に就任した。混合産電気鉄道は、会社設立直後、第一次世界大戦後の不況の影響をまともに受け、その上に、鉄道の営業開始直前に、関東大震災が発生して、電車用の電動発電機が震災で発生した火事で、消失してしまうなどを経営に苦労した。久米は、 代々木御殿を売却し、その資金を、金剛山電気鉄道の運転資金に充てるなど、経営に尽力した。その結果、1931年7月1日、金剛山電気鉄道は完成するが、久米は、完成を見ることなく病没した。晩年は、金剛山の観光開発に、実業家人生の最後の情熱を注いでいた。例えば、金剛山の登山コース整備や、 金剛山協会という金剛山の保護と宣伝を行う機関の創設に尽力した。その功績が認められ、クメの遺骨の一部は金剛山の麓に建立された、クメノの懸賞費のもとに分骨され、金剛山の最高峰、ビルボン直下に建てられた山小屋は、クメノの名を取って、クメ山荘と名付けられた。しかし、朝鮮半島の南北分断、朝鮮戦争の結果、 金剛山電気鉄道は廃線となり、金剛山の観光開発に久米が尽力したことも忘れ去られた。沼田公園また晩年には故郷沼田に沼田公園を整備する事業にも情熱を注いだ。荒廃していた沼田城市を日本有数の公園にしようとした久米野の計画はその死去で実現しなかったが、沼田公園は 現在も沼田市民の憩いの場として親しまれており、公園内には、久米野の銅像も置かれている。久米野の長女であるマンチは2歳の時に、後藤総兵の幼女となって、後藤生を名乗ることになった。これは、久米野の父方祖母の実家、沼田藩士後藤家が後継者がなく、絶家となっていたが、マンチが後藤生を名乗り再興することになったものである。マンチーは1912年に、 小林啓太と見合い結婚をした。小林啓太は結婚と同時に、後藤啓太となる。後藤昇は外村にあたる。久米野の長男の民重郎は、画家となって将来を職望されていたが、関東大震災で溶接、次男の健九郎は建築家として成功し、久米建築事務所を設立した。三男に、平八郎、伊尾の昌七郎は、副職医療業を営み、 久米商店を設立している。ありがとうございます。